夏休みくらい穴場のリゾートでのんびりしませんことって玲子に言われた時のこと覚えてる？覚えてるよ。あれからまだ1週間なのよね。そうね。そっか、あなたと会ってまだ1週間なんだね。でも8日前まで他人だったなんて感じしないね。そうよね、島に来てから会ったんだもんね。でもほとんど毎日一緒にいるから。もう何年も一緒にいるみたい。涼子ちゃんや泉ちゃんと変わんないよ。まあ毎日ここでゴロゴロしてるからね。バカンスなんだから当然なんだけど。でもちょっと暇じゃない？いいじゃないの、のどかで。みんなそれぞれ楽しんでるみたいだし。他のみんなはサンゴ礁の方にいるよ。ゴロゴロしてんのね。うん、ゴロゴロしてる。楽でいいんだけどちょっと刺激が足りないような。あなたもそう思わない？そうよね、南の島って言ったらやっぱり冒険くらいはないと。映画の見すぎ。ぐ、あ、でもね、今夜は宿のおじさんが面白い話をしてくれるって言ってたよ。面白い話？なんか島に伝わる伝説があるんだって。伝説？面白くなってきたじゃないの。伝説ってなんだろうね。ねえ、なんだと思う？なんだろうね、楽しみだな。じゃあ、その伝説とやらを聞きに帰りましょうか。賛成。ほら、あなたも。あんまり期待しない方がいいと思うけどな。なんか言った？泉？ううん、独り言。